天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは14日、皇居で開かれた宮内庁学部による春季雅楽演奏会を鑑賞された。学士が奏でる美しい音色を熱心に聞き入り、拍手を送った。宮内庁によると、愛子さまが雅楽演奏会に足を運ぶのは4回目。演奏会では、章や七力、び武衛などによる還元と演奏に合わせて舞う武学が披露された。 愛子さまは担当者の説明に耳を傾け、部学の所作や意味合いなどについて尋ねた。終了後、とても楽しみました、と感想を述べた。